近江連合本部の林万年、噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。
わからない。今はまだな。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。
いくらだ。3000万。用意できますか。うん、組長さん。松重、何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって当たる。